もっと精進して勇者様のお役に立たどうして私は妖精なのでしょう。皆様と同じ人間だったらよかったのに。それは決まっています。皆さんと同じように勇者様をお助けします。一緒に戦って勇者様を守ることもできます。それに、いえ、何でもありません。こいつはスクリーパーです。町に入られたら大変なことになるわ。ここで倒しましょう。慎重に作戦を練りましょう。やっ、どうしてもまあ、なんでしょう。それでは、いかがでしょう。カジロイユ、まだまだこんなもんじゃないぜ。もう、いないようです。なんでいきなりスクリーパーが。そこにポリミネの木が植えてあるのに。そうかもしれないが、本当にあの木はスクリーパー避けになるのか。そう言ってるだけなんじゃないのか。え？俺はあの木にスクリーパー避けの効果はないと思うぜ。スクリーパーの嫌いな波動などを出して遠ざけることは理論的に可能だと思います。ですがポリミネの木にその能力があるのか、確かに疑問ではありますね。イリスさんも。そもそもこの木を開発したのはインフィニトーに乗り移られた過去の総帥。そしてスクリーパーとは2000年前にインフィニトーが人間を抹殺する目的で生み出した生物兵器です。総帥自身がインフィニトーなのだから、スクリーパーに命じて火のそばに近づかないよう命令をすることは可能かと。お話し中申し訳ありませんが、ここで論じるよりもアニータさんに報告し調査してもらってはいかがでしょう。それがいいな。
もっと。ホフマンさん、お久しぶり。ヒンギスタンの革命は成功したみたいだね。ええ、もう大丈夫よ。それより別の問題が起こったの。アニータさんは上に？ああ、ついさっきまで10階の役員室で一緒だった。まだいるはずだよ。それじゃあ、ホフマンさんも一緒に来て。エレベーターをご利用になる。入れ。失礼します。お帰りなさい。ヒンギスタンの方はうまくいったのですね。はい、現在は兄が市民の代表者と革命評議会を準備中です。ではあと少しで流血と攻略の準備が整いますね。先ほどシャイヤーさんと封印の大陸の流血島を攻略するための話し合いをしていたところです。すまないが、その前に別の報告がある。町のすぐ外、フォリュミネが植えてあるところでスクリーパーと戦いになった。スクリーパー、やはり出たのですね。なんだ、意外と落ち着いてるな。実は皆さんが外に出られている間に、私は父のインフィニトーの残した研究を見直すように研究者に伝えました。その結果、ポリミネの本当の目的が判明したのです。本当の目的？ポリミネにスクリーパーを遠ざける力は認められませんでした。私たちの推論通りになってしまいましたね。では大地の汚染を取り除くという効果は？ご存知の通り、ポリミネは大地の汚染物質を根から吸収し、その身の中に蓄えると言われています。ですが木の本当の目的はそんなことではなかったのです。汚染物質の除去が目的じゃないって、それじゃ本当の目的は？大地の力を吸い上げ、その身に蓄えることです。あの身って汚染物質が詰まってるんじゃなかったの？父が兄に総帥の座を追われた直後、汚染物質として貯蔵されていたはずのポリミネの実がどこかに持ち去られていました。そこで実の分析を行った結果、汚染物質ではなく高純度の魔力が検出されました。この星の大地のエネルギーを集め持ち去ること、それがインフィニトーの目的。流血島も大地のエネルギーを汲み上げるための装置。彼の目的は一貫しています。さあ、そこまでは。ですが持ち去った後のことを考えても仕方ありません。持ち去られた時点でこの星は終わりですから。ではどうやって持ち去るつもりなのでしょう？おそらく彼がこの星にやってきたという天かける船でしょう。天かける船、それはどこに？大地の里の言い伝えでは、流玉の力で海の奥深くに沈められたといいます。インフィニトーが私と流玉を揃えようとした理由がそこにあります。イリスさんに流玉の力を使わせて沈められた天かける船を浮上させるつもりなのですね。船がどうこうって話より、
今は流血島のことだろう。それで、あっちの大陸の流血島はどうする？あちらの大陸のことでしたら、私に心当たりがあります。皆さんもご存知かもしれませんが、平和維持軍という組織がございます。あの人たちに頼むのね。クイーンスクリーパーを倒したほどの人たちだものね。はい、説明すればちゃんと分かっていただけると思います。では早速出発しましょう。人選はあなたにお任せします。再編成するのですか？エレベーターをご利用に。ゲートですよね。停止状態のようですが、あのゲートオープナーを使えば機能を修復できるのではないでしょうか。おお、久しぶりじゃな。そろそろトランスゲートのデータを回収させてもらえんかな。ですが、ゲートオープナーを返してしまうと
私たちが移動できなくなってしまいます。大丈夫じゃ、代わりにこの指輪を用意した。その指輪を持っていれば今まで通りトランスゲートは使える。というわけでその杖は回収させてもらうぞ。では確かに返してもらったぞ。ゲートリング7つありますので皆さんで1つずつ持ちましょう。これで毒を抽出させられる。でも肝心の細胞を死滅させる方法が。ファニルさん、どうかなさいましたか？あ、皆さん、それはボリミネの種ですよね。だいぶ形が変わっていますが。はい、皆さんからもらったボリミネの種ですが、指定したものを吸い込み、溜め込む性質があるのです。その性質を利用して、毒だけを抽出するように改造してみたんです。毒だけをですか？今、このポリュミネ貝には、ある猛毒だけを吸い出すようになっています。猛毒？どなたか窮地に陥っていらっしゃるのですか？あの人を助けてくれて、何も言わずにポリュミネの種を分けてくださいましたし、他言無用でお願いしますね。ありがとうございます。
実はあの人の体にはスクリーパーの細胞が埋め込まれているのです。え、コリンの勇者様にスクリーパーの細胞が？正確には人間とスクリーパーの細胞を融合させた1号細胞と呼ばれるものです。この細胞は瀕死だった彼を救い、スクリーパーを弱体化させる超音波を発する能力を与えました。それだけではなかったのですね。はい、この細胞はスクリーパーの細胞でもあるんです。高純度のエネルギーを外部から補給すれば大丈夫なのですが、減って抵抗力を失うとスクリーパー化してしまうのです。そんな植え付けたスクリーパー細胞の増殖を抑制するために強力な毒を分泌する細胞も植え付けられています。そしてスクリーパー細胞を殺すほどの毒を中和する解毒薬はこの維持群では作れませんでした。これも高純度のエネルギーを外から補充し、免疫力を上げて解毒するしかありません。なら、そのエネルギーを補充すれば。それほどの高純度のエネルギーは現在ではバイタルエネルギーと呼ばれる、人から抽出される命、意志力のエネルギーしかありません。そんな、じゃあコリンの勇者様は。ユリーさん、安心してください。彼の中にある1号細胞は今、時を凍結しせる術により時を止めています。その術を持続させるために妖精が持つ植物からマナを生み出す能力を使っています。もしかしてコリンがコリンの勇者様から離れないのは。はい、あの人の命はコリンちゃんのおかげで持っています。私は彼の体の中から一号細胞を取り除いてあげたいんです。バニルさん、こんなこと頼むのは失礼かもしれませんが、皆さん以外に向こうの大陸に知り合いがいなくて、もし向こうの大陸で薬の研究をしている施設があるなら紹介してもらえませんか。お願いします。もし向こうの大陸で薬の研究をしている施設があるなら紹介してもらえませんか。お願いします。これがハギロイ流の奥義よ。
これだけだぜ。カリオ流の奥義を。エレベーターをご利用に。入れ。エレベーターをご利用に。